ポゼッション強が苦戦した試合のレビュー。始まるよ。今回はチャンピオンズリーグ準々決勝第1試合の中からマンチェスターシティ対ドルトムントのレビューです。前評判で見れば、圧倒的シティの有利。彼らはリーグでほぼ負けなし。絶対的首位に立っています。対してドルトムントは、負けが込んでチャンピオンズリーグ圏から外れている状況。そんな両者ならシティが優位と予想するのは当然。じゃあ実際の試合はどうだったのか見ていきます。まずスタメンがこちら。どちらも現状のベストメンバー。なんでしょうか。ドルはサンチョ、ザガブが怪我でいないのは痛い。シティに怪我人はいませんが、このチームはどのメンツならベストなのかよくわからんのです。ベンチにスターリング、アグエロ、ジェズス、ラポルト、ジンチェンコ。他にも挙げるとキリがないほどベンチに置くにはもったいないタレントがいます。まあ相手に合わせて使い分けるつもりなんでしょう。で、試合内容ですが大方の予想通り。シティが保持してドルトムントが耐える様相。予想と違ったのがシティがドルの非保持に苦しんでいたこと。なぜか、この日ドルは可変式守備を行っていました。以前シティについて動画を上げた際、グラートバッハの守備について言及しましたがあれに似たやつです。ドルは 4-4-2 と 4-3-3 の守備で可変。これだけだったら前回のラウンドと同じように、相手の守備を見定めて効果的な立ち位置を取るだけ。厄介だったのがその可変の仕方。前回チャンピオンズリーグで対戦したグラートバッハは人の動き方がしっかり整理されていました。逆を言えば、法則性を見つけるのは簡単でした。しかしドルは 4-3-3 の前の3人が純粋に3トップだったり、1人だけインサイドハーフが出る形だったり、4-4-2 もハーランドの相棒役がロイスだったり、中盤3人のうち誰かだったりと、非保持におけるドルの公式のようなものが読み取れません。ランダム性が高すぎて相手に対する模範回答が導き出せないと言いますか。そんな感じでシティは保持の形を確立できませんでした。あとはまあ純粋にドルの面々の運動量がすごかったです。ブンデスのセンターハーフは繋げる奴がいねえとブータれることが多い私ですが、その分運動量に関してはピカイチ。ロイスも含めてパスコースを切りながらのアプローチも上手。仮に前線での妨害が剥がされても、あっという間に引いて守ってくれます。上記のシティの混乱も含め、効果的な非保持を行うことにドルは成功します。シティが甘かった部分は0トップを使った弊害から、裏を使う意識が薄かったこと。ドルのセンターバックは結構な頻度で前に出ていくんですが、そこを使う選手が3トップの中ではフォーデンだけしかいませんでした。そのためドルの最終ラインが下がらず、楽な非保持を行う一員になっていました。で、保持に関してもドルトムントが優位に、シティは2トップもシクハ3-1の形でプレスに向かうんですが、ドルの最終ラインは足元上手なのでそれを突くかわします。2トップならセンターバックに強く当たってくるので、センターハーフと組んで数的優位を作り、センターハーフの周りのエリアに縦パス。3-1ならサイドハーフが外切りながらセンターバックにプレスしてくるので空いている中央に縦パス。中盤の選手からスペースのあるサイドバックに渡して、保持を落ち着けることに成功します。で、悪くない時間をドルは過ごすんですがショートカウンターから失点。プレスをかわし運んだジャンが、時間もスペースも余裕あったのに相手にパスを引っ掛けてからのこと。君の守備強度のおかげでドルが復調したのは事実だけど、やっぱり中盤を担うには足元はガバガバだなと思ったプレイでした。さてこんな感じで前半は終了。得点は奪ったけれど全体的に見ればあまりうまくいかなかったシティ。状況改善のために後半から動きます。まず非保持はむやみに前に行かず、4-4-2で構えたままにします。後半開始直後はプレスに行ってましたが、リードしてるし、プレスかわされてたし、何よりドルトムントは引いた相手に対してまともな対抗手段を持ちません。実際に4-4-2で構えると、ドルトムントはこんな形で保持を行い始めます。フォーバックとしての前線4枚が噛み合うやりづらい形でわざわざ保持してくれます。それでもセンターハーフとセンターバックで数的優位作ったり、前述の通り最終ラインの選手の足元は達者なので縦パスはいるのですが、さらに問題なのは前線の配置のちぐはぐさ。ライン間に入った3人はストライカーと運動量が長所でマウケが得意ではありません。で、
大外にいるサイドハーフはそこからドリブルで質的優位ってタイプでもない。なんで5人ともボールをもらっても、大きな仕事ができない。ロイスは真受け得意なんで中に入ろうとすると、今度は横幅を使えなくなるので相手に潰されやすくなると。こんな感じで、ドルトムントは相手がプレスをやめ、ブロックを組むとそれに応じた選手配置の調整等ができません。センターハーフが下がって3-1-5-1風で保持を行い、位置的優位を使ってチャンスを作った場面もありましたがなぜかすぐに上記の4-1-5に戻してしまいました。ドルがリーグ戦で不調なのは、この辺が原因なんですよね。これでも縦パス出せる最終ラインが揃ってマシになった方なんですが。また、ドルは失点以降4-2-3-1でのハイプレスも時折行っていました。得点が欲しいの状況ですから、できる限り早くボールを手にしたい。高い位置で奪えればなお良いってことですね。これをセンターフォワードのシウバの降りる動きで中盤の数的優位からプレスを空転させたり、ジェズスが入ってからは前述した少なかった裏辺の動きで最終ラインを下げる動きを実行。保持でも安定し始め、試合を支配していました。ずっと運動量が多いサッカーをしていたこともあり、ドルの足が止まってこれは厳しいなぁと思っていたら、84分にドルが同点に追いつきます。この得点、左サイドバックのゲレイロがドリブルで相手を剥がして縦パスで始まったプレイが相手に弾き返され、それで発生したトランジションで奪い返してから生まれたもの。ドルの長所、テクニカルなディフェンス陣の長所が出たと言っていいでしょう。で、このまま守りきりたいドルトムント。でしたがすでに体力は尽きた状態。サイドに振られる保持をしてに行われ、選手を捕まえきれず時間を与えてしまいます。で、結局こらえきれず、90分にデブライネのクロスをギュンドアンが折り返し決めたワフォーデン。グラートバッハ戦でも逆のサイドで似たようなゴールがあったなぁ。しっかり仕込んでるなぁペップ、なんて思いながら試合は終了。第1試合はホームのシティが先勝することとなりました。ホームのシティとしては勝てはしたものの、与えたくなかったアウェイゴールを許した形。とはいえ失点しそうな状況を修正し、実際うまくいっていた内容での失点ですから致し方なし。アウェイでも細かいことを考えず、次の試合も勝つことを第一にやっていけば大丈夫でしょう。ハーランドの人差しだってこの試合は1失点で済んだわけだし。ドルトムントもアウェイゴールを奪って1点差の敗戦ですから悪くない結果と言えます。ただ、今日の後半みたいな状況を続けられたら勝ち目はないと思うので、もうちょっと保持の整理をしてくださいよ本当に。保持はカウンターを含めて強力なもの持ってる。だからこそ相手にスペースを与えられなくても崩せるポゼッションを目指してほしいなと。そうじゃないと、来季のチャンピオンズリーグ出れないなんて事態になるよ。いやマジで。頼みますよ。今回はこの辺でおしまいです。またブンデスを中心にレビューを上げていくので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。